皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は5月の31日、天気予報の方は曇りのち晴れということで、今週はね、今日あたりから、晴れて、天気のいい日が続くような予報になっております。昨日あたりは雨だったんでね、ひょっとしたらもう梅雨が近づいてるのかなと思ったんですけれども、今週はどうやら晴れの日が続くようです。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは芭蕉168番目の句です。のり汁の手際見せけり、あさぎわん。のり汁の手際見せけり、あさぎわん。1684年、松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは解説してみますね。あさぎ色の美しい湾の中に、浅草の名物である海苔の汁物を出してもてなしてくれた。全く手際の良い見事な腕前であった。と、このように芭蕉は歌っているのではないかなと思います。それではさらに中身を細かく見てみましょう。まず、今日の句、リズムなんですけれども、俳句五七五では、五七五の17文字17音で、きっちりとリズムが整っているかどうかというのをね、ちょっと見たいと思います。まず上五、のりじるのと五文字で始まっております。これはちゃんと上五五文字ですね。そして次、中七、手際見せけりと、中七も7文字で綺麗に収まっております。それでは最後、下五なんですけれどもね、あさぎわんと、これも5文字ですね。今日の句は5、7、5、17文字17音にきっちりと綺麗に収まっている、整っている句ということになると思います。それではさらに内容の方細かく見てみましょう。まず、のり汁のと始まっておりますから、のりの汁物なんですね。じゃあ、のりの汁物がどうしたのというと、次の7文字、手際見せけり。手際、手際を生かす、すごくよく、ま、手際を見せてくれた、手際を見せてくれたということは、手際よく、全く見事な手際でっていうことですよね。手際を見せてくれたことだよということなんで、全くその腕前が見事だねと、作り方がうまいねというような意味ですね。そして下五、あさぎわんと締めております。あさぎというのは、色の名前ですね。今で言うとちょっとこう黄緑が綺麗な色というような、あさぎ、浅い黄色い色、あさぎ色と言いますね。そういうわん、お椀です。お椀があさぎ色でとても綺麗であるということを芭蕉は歌っているようなんですね。ですから、こうして一個一個細かく見てみますと、短く凝縮されておりますので、まずあさぎわんというのがね、ちょっとこう美しいお椀であろうと、浅葱色をした、
黄緑色の浅黄色をした綺麗なお椀、そこに海苔汁が作ってくれてある、海苔の汁である、まあ海苔の汁ですね。ですから海苔ですから、ちょっとこう黒っぽい色なんだろうけれども、まあ、周りが黄緑色で浅黄色のお椀にそれをこうついでくれてあるということなんですね。彩りも全くこう綺麗に仕上げてくれてあって、まさしく手際よく、さすがの腕前ですねというような句に読み取れますよね。そしてここに前書きがあるんです。前書きがね、浅草地理が元にいてというふうに書いてあるんです。浅草と書いてありますから、浅草名物の海苔であろうと。浅草といえば海苔が名産ですので、江戸時代からそうなんですね。有名のようなんですね。ですから、浅草海苔といったらこれはもう絶品なわけですよ。この美味しい浅草の海苔を、まあ、地理が元というのは、地名でしたら大阪の方になってしまうので、まあこれは料亭か何かなんでしょうね。そこで、美味しい浅草の海苔汁を綺麗な浅黄椀に出してくれたと。いやー、これは本当に手際よく見事な腕前の美味しい浅草海苔でした、という器も浅黄色で全く見事でしたよ、というようなね、そういうような今日は、芭蕉が海苔汁の美味しさを歌っているのではないかなと思います。で、海苔といえば、浅草というね、前書きがついておりますので、相当この海苔汁が美味しかったのではないかな、と思われますね。そして季節なんですけど、海苔といえば、季語で春ということになります。ですから、まず海苔汁の、と始まっていますから、春先、海苔が取れたての浅草で、浅黄色の綺麗なお椀に、美味しい海苔汁を見事な腕前で出してくれました。本当に美味しかったですよ。という、そういうような句ではないかなと思います。それでは今朝の一句、最後にもう一度ご紹介したいと思います。芭蕉168番目の句です。のり汁の手際見せけり浅黄椀。のり汁の手際見せけり浅黄椀。1684年、松尾芭蕉41歳の時の句です。それでは今日はこの辺で、バイバーイ、さよなら、また明日。